私たちさつまいはアイドルを超えるアイドルになるために日々どんな厳しいレッスンだって難しい企画だってさつまくんと二人で体当たりで挑んでいる毎日です。もちろん時にはそれが辛いこともあるけれど、今二人で一つの目標に向かっていられる、それがすごく幸せ。はい、オッケー。うんうん、うん、いいんじゃない？やった！はぁ、この曲も大変だった。やっぱり気合入っちゃうね。うん、振り付けはいいと思う。けどね、動画として撮るならまだパフォーマンス感が足りないかな。ヤマピー、僕たち踊れてたじゃん。動画撮ってさ、さつまくんかわいいってコメントを早く聞きたい。うんうん、うん、わかる。いいとは思うんだけどね、なんていうか臨場感が足りなくて。いやいや、私たちできますよ。このクオリティに私たちのアイドルオーラが乗るんですよ。絶対いいって言われると思う。じゃあさ、ここに煽ったりコール&レスポンス入れ込んだりできる？笑顔は保てる？余裕ない。だよねだよね。とりあえず今日はここまでってことで、また明日。お疲れ。お疲れ様でした。うわー、悔しい。ねえマイコ、僕たちできてると思わない？ねえ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 ってば。あー、もうさつまくんうるさい。私だってそう思うけど。何が？わかるだよ。何もわかってないよ、僕たちのこと。ちょっと似てる。うんうんうん、だよねだよね。よし、じゃあマイコ。うん、そうね。居残り自主練だ。ちょっと適当なプロデューサーヤマピーを中心に、一人前のアイドルを目指してレッスンを重ねる日々、これが私たちの日常です。さつまくん、おはよう。コメコ、おはよう。ちょっと寝坊で遅れちゃった。アイドルの動画見てたら夜更かししちゃって。あれ、ヤマピーは？さっき一瞬来たんだけどね、なんか仕事の休養が入ったみたいでバタバタと帰っちゃった。ああ、そうなんだ。いつものことだね。あ、でもね、伝言があるの。うん？何？明日はレッスンお休みだって。たまにはきちんと体休めた方がいいと思うって言ってた。え？お休み？そうなんだ、やったー。いつぶりだろう。なんか変な感じだね。でも休みか、何をしたらいいんだろう。何をしたらって、やっぱりアイドルの動画を見て研究じゃない？それ休みって言える？何をすればいいんだろう。私が聞いてるんだってば。じゃあマイコ、一緒にお買い物行かない？はぁ、行きたい行きたい。渋谷とか原宿とか行っちゃう？いいね、すっごくいい。あとクレープ食べてさ。クレープ？いいの？そんなの食べてカロリーの上限はありますか？なし。最高！クレープ全部乗せ食べてみたって企画やっちゃったり。面白いね、それ。あとはご飯も美味しいところに行って、あ、最後にアイドルのライブ見に行くってのは？いいね。僕まだ生で見たことないんだ。ずっと行ってみたかった。勉強したい。じゃあ決まり。明日はアイドルとしての社会勉強も兼ねて。兼ねて？ん？さつまくん、これ休日？なんなら動画撮影入ってない？あ、本当だ。つい僕も勉強って言ってた気がする。お互いがいる時点で休みの感じしなくない？確かに毎日会いすぎてて、マイコがいるとすごくお仕事の感じする。体を休めろって言われたし、明日はお互いお家でゴロゴロしとく？そうだね、そうしよっか。まあ、なんかショック。
ことないよ。お掃除も終わったし、動画も2時間堪能したし、やっぱり薩摩くん誘って出かけようかな。いやダメだ、体を休めるのも仕事よ仕事。休んでる薩摩くんにも悪いし、スタジオ行こうかな。なんとなく誰もいないだろうし。踊るわけじゃなくて、スタジオで体を休めるだけ、見に行くだけだから。うん、そうしよう。あれ、明かりついてる。も一緒じゃん。ほらさつま、今日は休みって言ったでしょ。うわ、ごめんなさい。って、マイコ？さつまくん、なんでいるの？いや、家にいてもやることないし、落ち着かないし、なんとなくスタジオの様子を見に来ようって。なんでわかったの？私もそうだから。あ、そうじゃん。なんでマイコもいるんだよ。私もね、何していいかわかんなくて、なんとなく。どうする？今からクレープ行く？行きたいけど。マイコ、ちょっと自主練付き合ってよ。だと思った。はーい。僕たちはもう、もらう側じゃなくてあげる側だからね。休んでる場合じゃないよ。早くみんなに歌をプレゼントしたいな。